熊谷どうですか？暑いです。嫌でしょ？嫌ですよ。あの、本当なんかプチサウナにいるみたい。プチサウナってない気がしますけど。本当に。暑いでしょ？暑い、ね。この雪熊っていうのがね、熊谷ちょっと。だからこれで。熊みたいな感じになる。あれ本当だ。どうなんですかね。最後の客かもしれないですね、今日は。4時で終わりですから。終わり最後か。最後かも。でもいいよ、こういう感じですよ。すごいね。高級な。高級なね。もうやってないかなと思ったらやってた。こっちはね、かき氷予定表示なの。かき氷予定表示ってあるんだよ。本当だ。なんだろう。かき氷予定高いんですけどね、ちょっとね。まあでもそんなね、しょっちゅう来るわけじゃないんで。ここはなんか神社のあれがあるから。お寺ね、国宝の聖殿様。お寺。聖殿様。昔から有名なんですか、かき氷。もう何年ぐらいだろう。結構経つんじゃないかな。なんかこの雪熊ブランドでね。熊谷中雪熊。あっちもみんなそうなんだ。あっちもそう。ちょっと最重機エンジニアリング、こう言えねえや。最重機エンジニアリングでしょ。3いなかったですね。残念でした。まあまた今度また。ああ車に。あ、なんかな、饅頭、なんだ、饅頭だっけ。饅頭も食いたい。いやいや、それはいいです。それはいいです。あ、ここで待ってていいんだ。一応お腹食べてもらって。暑いっすから。暑いね、本当に。これみんな用するんだろうね、ここにね。俺は無理だ。今日まだでもね、いい方、まだいい方。日差しがない方かな。ダメだこれ。ダメだこれ。熊谷の人に敬意を表しますか。いや本当によく住んでる。すごいすごいと思う。まだこの風があるじゃないですか。まだいいんだ。熊谷のメインの本当の街になる。あ、違う、ここは外れてます。ここ外れなの、うん、熊谷は広いんだんじゃん。そう、そうなんです。かき氷屋いっぱいある。かき氷屋いっぱいある。うーん、でもこんだけ暑いや売れるよ、うんうん、あれじゃん、なんかあの透き通ったこう氷を使ってる。そう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 。これじゃ氷屋さんでも勝負できるよね。以上で氷屋が使うとバカじゃないけど。あ、そう、多分言われるよ。そうだよね、あっちじゃね、うん、東北じゃね。一時一時だもん、もうね、一緒でしょ。かき氷屋さんってないですかね、もしかして。かき氷屋さんって言えばやっぱりなんかお祭りの時のイメージしかないですよ。普段こうやってかき氷専門でやってるお店っていうのはいるのはまずない、うん、ソフトクリームとかなんかあるけど、かき氷屋さんってのはないか、うん、だって一回かき氷したことやってない感じだもん、ね、そうそうそう、ない。お茶屋さんとかき氷、あ、一緒に。だから抹茶、うん、そうそうそう。だからこの西田、お茶子だからメイン。すげえな。やばいっすね、俺と並んで食うなんてね。え、そっちがよかった？いい、大丈夫、大丈夫。ごめんなさいね。抹茶でいい。タケでしょ。タケでしょ。あれねえよ。ソフトクリーム3つも食えるよ。両手で食べて1個大きく食えるよ。これ日本全国の人が見たらこのかき氷高いねって言うんですかね。どうなんだ。いや、それだけの価値もあるじゃない。今日来る時上り線はあったんですけど、下り線はもう大渋滞。どこ？東武道？ずっと、ほとんど。あ、そうですか。もうどこもかしこもみんなパーキング入れなくて、あ、もうメインからずっとどこのパーキング入れなくて、みんなハザードつけて順番にこう入ってくる。ここに。親切にシロップをかけたような状態か。うんうん、ゆっくりの親切だね、うん、あ、でもうまい。夏だからうまいんだな。冬に来るとかうまい。冬
るじゃ確かにうまくねえかもね、うん、雪いい、あ、すいません、ありがとうございます、はい、はい、すいません、はあ、まあ、綺麗です、綺麗ですね、うん、模様がね、どんどん溶けますね、溶けますね、どんどん小さくなっていく、うん、抹茶嫌いなんでしたっけ、抹茶嫌い、お茶屋さん聞いてもいいけど抹茶嫌い、抹茶のどこが嫌いなんですか、騙されたことがあるの、昔え、食ってみてください、それぐらい嫌なの、どうぞ、そんなちょびっとどう、やっぱりうまくない、苦手、あ、ダメなんだ本当に演技じゃなく、アレルギーじゃないんでしょ、なんか、ね、お茶でもない、なんかこれ、お茶ですよ、お茶じゃない、お茶ですよ、何言ってるんですか、お茶ですよ、甘くね、面白い、あ、でも本当にふわふわなんですね、ふわふわなんだ、玄関でね、そう、うちの冬の一の席でね、開けて、あ、雪降ってね、取って一緒何川崎の雪はこんなにふわ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 さくさくだからちょっと火入れて溶けてる火が当たるとさ、ほんと一緒一緒だし、冬にうちに来て出会う人は自分でシロップをしてかけてくれと、そう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 、練乳と、そう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 、あっという間に溶けますね、もうねえじゃん、もうねえじゃん、でも雪って名前するのが分かる気がする、うん、いやでも今日は本当に暑いわ、もし除雪やる前にいいんじゃん、除雪やる前に何シロップ持って食わず除雪やっぱり失敗しましたね、除雪やる人をさ、うん、熊谷のさかき氷屋に連れてきちゃダメだよね、ダメだねそういえばなんで俺このかき氷屋に寄ったんだろう、大きな風呂を見られてる俺からみたいな除雪にやる前に必ず何ヘッツもとやるんですよ、その時に測りながらシロップっていうとね、スプーンのね、じゃシロップかけて食ってみてから除雪するから、除雪ね今日は除雪でいいかできない、うまいっすよね、いやうまいや、うん、うん、除雪する人がうまいって言ってくれたからよかったやっぱりそうだよな、考えてみりゃなんで除雪要員がかき氷屋に来てるかっつう、本当に寒いでね、これ雪だね中途半端に暖かい時がベチャベチャだけど、寒い時の雪、これ今この状態、これがちょっと気温が高いのに、うん、気温が高い、湿った雪、そう湿った雪です一発目は朝一の寒い、朝一のねマイナス10度ぐらいで行くと、まあでも熊谷の暑さ嫌でしょ、うん、この暑さ、うん、気持ち悪いでしょ、こんな感じ仕事できないね、そうなんですよ、これはエアコンの記憶を食べれたらいいんですよ、それで食ったら石の上に流れよ、あっという間に溶けちゃうね、うん、外じゃん、そうそうそう、中の話ですよ、うん、あでもうまいな、ちょっとお高いけど、あずきどうですか、抹茶うまい、うまいっす、抹茶じゃないとダメだな、難しい、嫌な思い出があったんですね、抹茶ってさ、ね、
ぱだよね。葉っぱ。葉っぱこのさ、少し、ね、すりつぶし粉にしない。わらやねんを草っつったり抹茶を葉っぱと言ったりだってお茶ってさ、ね、こう急性の葉っぱ入れてさ、でも本当に葉っぱ出るのただのそしてさ、飲むじゃんただ葉っぱ食ってるよ、毛虫みたいなもんですかね、毛虫の毛虫くわ食ってる蚕みたいなもんですよね、でもさ、いい氷だからさ、頭にもあ、そう、あ、いいこと言いますね、氷の質のいいのをキーンと来ない、ほんとだ、口の中で冷たい感じけど、ここ来ない、うん、何そういういいこと言うんですか、本当に来ないね、これ、うん、普通のさ、売ってるかき氷があんねん、うん、あの、セブンで、うんうん、あれダメなんね、なるなる、これなんねえね、全然なんねえ、いい、いい、やっぱ吸ってるから、うん、削ってるから、うん、氷の質がいいんだよ、うん、で、抹茶だ、黒蜜ときな粉ってコラボが面白いね、これは超えるかね、うん、コーヒーミルクとね、うまいっすね、これはねえな、あ、でも本当確かにさ、頭がギンとこないのこれ、こうくじが取れたりいっぱい食ってもね、あとこの辺は全然大丈夫でしょ、あれ粒が残るからいけねえかね、そうだと思う、多分普通全然、うん、じゃあ今度冬に落ちて一ノ関で、ね、ね、そうだよな、雪の世界の人を連れてきちゃダメだよな、かき氷屋さんにな、失敗した俺でもいい、いいお金がいいんじゃないですか、でも、ね、すぐそこはね、最終期だからね、そうですね、うん、でもいいんですね、失敗しました、除雪する人に、除雪する人がかき氷屋に連れてきちゃったいやいや、これは美味しかった、ガンガン入れる、ちょっといいよ、ちょっとあの寺見でもいいですし、あ、いいですよ、行きますか、行きます、一応国宝なんですよね、埼玉県って国宝ないんですよ、ほとんど、うん、これでほら、埼の国ですから、埼玉、埼の国ですから、だからあれなんです、あ、だから埼地域も埼、そうそうそう、埼地域さんもそう、やっぱその名残の地域があるんだよね、そうそうそうそ う, そうだから埼の国が埼玉、埼玉、あ、まだ勉強だったね、うん、こうやってのフォロワーで知ってたよね、この人誰ですかね、誰、この人知らないね、斉藤何子、斉藤何子って書いてる、斉藤何子、